こぐるならツーロフ、ツーロフ八王子店店長武田とツーロフアシスタントのすーちゃんです。今回の主役は誰でも使ったことがあるカッターのお話です。私も使ったことあります。そんなおなじみのカッターですけれども、まだまだ知らないことがあるかもしれないです。それでは本編どうぞ。こちらは建築屋さんがよく使う L サイズのカッターです。工作用に比べると刃が太いので力を入れても折れにくいです。何に使うことが多いんですか？紙や薄い板を切ったりするのはもちろんのこと、シールを剥がしたり、石膏ボードの面取り、板の切り込みにも使いますね。腰袋には1本は忍ばせておきたい工具になります。ちなみにこのカッターの刃をこの留め具で折ることによって、切れ味を持続させるという技術は、日本のオルファが1950年代に発明しました。刃を折るからオルファなんですよね。そうですね、はい。ホームセンターのカッターナイフのコーナーを見ると刃が何種類かあると思いますが、よく見るのがこちらの銀の刃と黒の刃ですね。ほう、どう違うんですか？はい、銀の刃はスタンダードな万能な刃です。黒い刃は切れ味重視で作られてますので、スパッとスピーディーに切ることができます。その代わり黒い刃は銀の刃に比べて寿命が短いので、頻繁に使わないのであれば銀の刃でもいいかなというふうに思いますね。銀の刃で切ってみたいと思います。こんな感じですね。よいしょ、はい、こんな感じですね。対して黒い刃で切ってみます。おお、多少切れ味がいいかなというふうに感じますね。音もすごいスパッと切れてる感じがありますね。はい、もっと硬いものになってくると黒い刃の使いやすさがどんどん分かってくるかなというふうに思いますね。はい、さらに切れ味を求める人にはオルファのスピードブレードをお勧めします。はい、こちら切ってみます。おお、刀みたいですね。そうですね、スパッと切れるのがスピードブレード。はい、その切れ味にさらに持続性を求める方はこちらスコッチのチタン鋼とブレードをお勧めします。はい、こちら切ってみます。こんな感じですね。はい、ちなみにこの刃は結構高くて、ちなみに銀の刃と黒い刃だとほぼ お値段同じ、はいはい、でスピードブレードになるとちょっとお値段が上がる、うん、はい、でチタンブレードになる と、こちら50枚入り800円くらいなんですけれども、チタンブレードで10枚入り800円くらい、あ、なので5倍くらいのお値段したんですね。高いですね、はい、ただやっぱり今見た通りかなりいい刃ですので使ってみてもいいかなというふうに思います。はい、ここまでは刃の特徴を見てきましたが、ここからはボディの特徴を見ていきます。こちらはオルファの割とベーシックなカッターですね。カッターの留め具がオートロックとネジ式の2種類があるんですけれども、こちらはネジ式になります。どう違うんですか？はい、ここを電池で留めるタイプですね。昔のオートロックは作業中にこう大きな力が加わると刃が引っ張られてしまって作業中に動いてしまう、はい、ことがあったんですけれども、まあ、ネジ式で固く留めれば大丈夫なので、昔はネジ式、固いものを切る人はネジ式一択でした、はい、ただ今はオートロックの性能も向上してますので刃が出てくることあまりなくなりました。ですので、ネジ式を好んで買う方はあまりいなくなりましたね、はい、あまり気にする人はいないと思うんですけれども、こちらネジ式だと、まあ、あの無難解に刃の長さを変えられるに対して、こちらオートロックだと、まあ、段階的になってしまう、はい、っていう、まあ、あの利点はあるかなというふうに思います、はい、まあ、でもカッター1本で500円もするんですよね。そうですね、はい、なんか100均とかでもやっぱ売ってると思うんですけど、そういうのとどう違うんですかね、いいカッターと100均のカッターと。はい、こちらですね、先端が金属でできてるんですね。ですので、こういった形でよいしょ、カッターでこう切るときに刃がぶれにくい、はい、っていうのもありますし、あとはこちらラバー加工がされているので滑りにくくなってますので、こういった感じで、はい、使いやすくなっています。確かに100均のカッター使った時にちょっとブレしてるっていうのはあるかもしれないですね。そうですね、100均のカッターって大体プラスチック、全部プラスチックですよね。確かに、はい、そうなりますね、はい、そう、400円の価値はそこにあるんですね。そうですね、はい、
なるほど、はい、あとこちらの爪ですね、爪がついてるとちょっと値段が上がったりしますね。あ、これは何に使うんですか。はい、電気の蓋ですねを開けたりするときにこれを引っ掛けてよいしょとこういった形で開けてあげるということができます。ちなみにこっちでやると、曲がってしまうのでやらないでくださいね。あ、なるほど、はい、あとは段ボールを折ったりするときにこういった形で折り目をつけてあげて折るとちょっと綺麗になりますね。いいですね、その使い方、はい、こちらはオルファのアルミダイキャストボディのカッターです。プラスチックのボディの場合踏んだり高いとこから落としてしまったりすると割れてしまったり傷がついて汚くなったりしてしまいます。アルミボディはそういったことを気にせずに使うことができます。アルミボディなんかかっこいいですね。そうですね、うん、はい、ただ結構重いですね。プラスチックボディがだいたい 87g に対してアルミボディは 121g なのでだいたい4割増しくらいの重さになってますね、うん、こちらは少し変わり種ですね、はい、オルファの香り機付きカッターになります。刃折り機、はい、普通刃を折るときは留め具でさっきのようにパキッと折ると思うんですけれども、はい、留め具が結構ちっちゃいので、まあ、テコの原理でちっちゃいとやりづらい、はい、結構危険な場合があるんですけれども、こちら刃折り機がついてます。よいしょ、こんな感じで取れます、はい、でここに蓋がついてますのでこれをスライドさせます。はい、こんな感じですね、はい、そうするとこんな感じで、いますね。じゃあちょっとじゃあスーちゃんにもやってみましょうかね、はい、簡単そうですね、はい、でちょっと一段階だけ出して、はい、ですね、はい、でこれ入れてみます、はい、でパキッと、はい、おー、すごく簡単にできました、はい、で折れた刃はここに溜まってくれるので蓋閉めていただければなくなる心配がなくて、はい、とても安全ですね。すごく安全ですね、はい、これ画期的ですね。はい、うん、なってますね。なくなる心配もないし、そうですね、はい、意外とこう腰袋で後でしまおうって思ってると、うん、こうあの腰袋危ないですよね。あのまさぐってる間に刺さってたりします。あ、痛い次はこちらの田島のカッターですね。これオルファのとどう違うんですか。はい、先ほどと同じように爪がついているタイプなんですけれども、こちらはこちら、はい、先端も、爪がついてます、はい、まあ、開けることもできちゃう、はい、硬いので。あとは、マイナスドライバーですね、ここちょっと、まあ、マイナスドライバーっぽくなってると思うんですけど、こちらをマイナスドライバーとして使っていただくこともできますし、すごいですね、はい、あととっさの時に、何かさ隙間に差し込んで、これをこじ上げたりとするのに使うこともできます。はい、硬いと便利です。便利ですね、はい、こちらはスコッチのカッターですね、はい、スコッチはアメリカの会社ですけれども、もちろんアメリカでもオルファの規格の刃が使われています、はい、でアメリカ人らしいこちら太めのグリップになっていまして、ゴツゴツとしているラバーのグリップですね、はい、ですので力をかけやすい。ちょっと私手ちっちゃいのであんまり力かけやすくはないんですけれども、使っていただくことはできます、はい、で中身は先ほどのチタンコートの刃が入ってます、はい、こちらは今回紹介する商品の中でダントツに高い商品です。クニペックスのカッターです。おー、はい、お値段はなんと4000円になりますね。4000円、はい、何が違うんですかこれ、はい、カッターで硬いものを切ろうとするときに刃がこうぐにゃっとぐにゃっと曲がってしまうことがあると思うんですけれども、これ結構、まあ、あのポキッと折れたりすると大変危険ですね、はい、ですのでガイドが出てきます、こういった形で。はい、ですので、こういった 長く出したとしても折れにくくなってます、はい、結構今力加えてますけど折れませんね、はい、こんな感じで使えるのが、クニペックスのカッターですね、はい、さらにこちらの裏のボタンですね、押していただくとこれを引っ張りまして、よいしょ、刃を2本予備で収納することができます、はい、ですのでたくさん刃をたくさん交換する方には便利ですね。まあでも4000円って手が出にくいですよね。そうですね、ちょっと4000円は高いですね。高いですね、はい、知っておくと便利カッター講座、はい、カッターは正しく使えると気持ちのいい工具ですので、ぜひ覚えておきたいですね。では薄い紙を切っていきたいと思います。じゃあちょっと、はい、やりがちな失敗をやってみますね、はい、はい、コピー用紙切っていきたいと思います、ね、はい、お願いします、はい、お、うん、こんな感じですね、うんうんうん、ぐしゃぐしゃっとなっちゃいますよね、はい、急いでる時とか良くなるイメージ。そうですね、なりますね、こんな感じで、ね、うん、ぐしゃぐしゃっとなってしまう、うんうん、はい、できるだけ、まあ、
ちょっと長めに出していただきます、はい、長めの方がいいんですか。そうですね、はい、で、できるだけこう寝かせて切っていただきたい。なるほど、こんな感じですね、はい、切ってみます、はい、よそうすると綺麗に切れます。本当だ、はい、薄い紙切るのって結構難しいんですけど、もう全然苦なく切れても切れますので、へ、はい、こんな感じで、はい、大丈夫ですね。これあの金属製なんですけど、プラスチック製の定規使う際はこれメモリ切れちゃうので、うん、必ず裏にしてから切ってください、はい、ってですね、はい、お願いいたします、はい、これくらいの板であればカッターで切ることができます、はい、じゃあカッターで切ってみましょう。1回で切ろうとすると大変ですので何回かに分けて、切れ目を入れていきます、はい、ここをなぞるように、刃を入れていきます、はい、あよいしょ。同じところを何回も傷をつけて、そうですね、って感じですかね、はい、こんな感じで、うんうん、よいしょと。で、ちょっと折り目をつけた方がやりやすいですね。いいよ、うんうんうん、ちょっとずつ、はい、ちょっとずつ、ちょっと折っていくって感じですか。はい、そうですね、一気にやるとパキッといきますんで、気をつけてください。おっ、はい、で最後に逆にポキッと折りますね、はい、そうするとかわいいと。本当だ、これぐらいの板でもできるんですね。そうですね、はい、こんな感じで、カッターでできるとはびっくりです。そうですね、これ丸のこを使えないので結構安全ですよね。そうですね、あとあのゴミが出にくいので、あ、丸のこだとあのコッパが出てしまうので、確かに、はい、結構綺麗に切れます。多少ちょっとバリが出てしまったので、まあ、多少こう切っていただければいいかなというふうに思いますね、うん、よっと。はい、こんな感じで出来上がりました、はい、ではこちら段ボールを切っていきたいと思います、はい、前回もやりましたが、三層構造になっている一番上だけ切っていくような形で切っていきます、はい、一回切れ目入れますね、よいしょ。じゃあこちら切れ目が入りましたのでちょっと折ってみます、はい、こんな感じですね、はい、これに沿ってカッターを入れるだけですね。ちょっと 長く伸ばしてカッターを入れるだけですね、よいしょ。おお、はい、こんな感じです。簡単ですね、はい、じゃあスーちゃんもやってみましょうか、はい、はい、じゃあ、適当にじゃあここら辺で行きましょうかね、はい、まずは長くですね、まずは短くて大丈夫です、はい、1枚目切る感じで、はい、はい、ではやってみます、はい、久々にカッター使ったかもしれないです、はい、はい、こんな感じですね、はい、結構あれですね、深くいきますね、深くいきましたね刃を鳴らしましたね、はい、はい、で、これでこの持ち方で合ってるんですか。あ、本当だ、スーッといけます、はい、るはず、そうですね、はい、なるほど、はい、はい、おー、こんな感じで切れました、はい、ありがとうございます、はい、はい、今回はいろんなカッターを見てきましたが、すーちゃんどうでしたか。身近な道具なんですが、いろんな種類があるんですね。で、お値段も安い時からやっぱ4000円ぐらいまで高いのがあって面白いなと思いました。はい、私は毎日カッターを使いますので、うんうん、ちょっと高いのを会社の備品で買ってしまうのかなというふうに思いました、うんうんうん、はい、怪我に気をつけて使ってください。はい、ツールフコメントコーナー、いつもたくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。今回の、コメントはですね、瞬間接着剤ナンバーワン決定戦の動画から抜擢させていただきました。コメントありがとうございます。このような実験は私たちにとってとても参考になります。ありがとうございます。さらにもう一つの実験をお願いしたいのですが、残った瞬間接着剤を数ヶ月後に使用しようとすると液体が固まり捨てることになってしまいます、まあ、数滴しか使ってないのにもったいないとのことですね。どこのメーカーが残ったものを長く保存できるか実験していただければありがたいです。ほとんどのメーカーキャップが貧弱すぎますとのことです。そうですね、わかります、はい、固まっちゃいますからね。そうですね、はい、あの回はちょっと実験の方がグダグダだったので、うん、もう一回あの機会があればやってみたいなというふうに思っています、はい、はい、で、蓋なんですけれどもやっぱりちょっと貧弱だったりしますね、うん、はい、あの壊れてしまったりしますけれども、うん、私はあんまりその固まってしまうってことがないんですが、
力加減ですね、多分ね、あの力加減ちゃんとしていただいて蓋閉めていただければ、あの数ヶ月後でも1年後でも使えますので。それちゃんと閉めるコツとかあるんですか？私もこう、はい、グニュグニュってちょっと出ちゃって、はいはい、でそのまま固まっちゃって開けにくいとか、もう使えないとか、はいはい、結構あるので、何かコツがあるのかなっていう。ああ、なるほど。あのキャップのネジをしっかり感じて締めていただければ多分使えると思います。はい、参考になればいい。参考になればですけれどもお願いいたします。ぜひ実験の方もね、はい、あのねしていければなと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。